はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーン2、では前回の続きからやっていきましょう。ちょっとねカスタマイズとかいろいろいじりました。まあ装備とかあるんで、まあショップで買って装備させたり、まああとスキルを設定したり、まあマシンガンマスタリーとか、まあ、ブロックダメージ 25% アップとか、まあこういうのも設定できるんで、まあちょこちょこみんなやって、あとですねちょっとまあ知らない作品とかクロスペディアを見て、まあ少しずつ勉強してます。まあドットハックとかね、あの PC っていう単語出てきたけど、あれプレイヤーキャラってことなんですね。なんだ PC ってって思ってたけど、じゃあ物語の方、浦島さん、じゃあ龍騎1号で合流します、迅速に。あ、頼む。こっちは返せるメンツは返しておく。じゃあね博士、その龍騎っての見てみたかったけど、多分これ帰れないな。帰れないで結局みんなそのまま仲間になるっていうパターンだな。さよなら博士さん、私たちは付き合うわよ、こっちにはよく来てるし。ふん、首など突っ込みたくはないが、パイロンの動向は気にかかる。ふむ、では行くとしようかの。では、あいつ一人で行って大丈夫か、敵に襲われたらひとたまりもないんじゃん、浦島課長。お、なんだ、お、ベガだ。ついに現れたか。これが貴様ら大魔の切り札か。うん、最終的にはどういう感じかしらね。この空に広がる渦、そして金の鎖そのものは目的ではないということか。それ以上は内緒。お互い詮索はなしってことにしましょう。その代わり私たちもサイコドライブについては聞かないことにしておくからね。秘密結社シャドルの総帥ベガ様。ネギスネは、ウサギに牛や馬もいます。ミスターベガ、本当に行くのですか。貴様らも知りたいのではないか、この渦の先、金の鎖がどこから来ているのか。いいんですかい、姉子、よそ者をあそこに行かせたりして。サヤ様、毒ゴスの言う通りです。ご命令とあらば我らが先陣を切ってでも。あん、ダメよ毒滅ちゃん、まだまだわからないことが多いのよ。その通りです。プロジェクトはまだ始まったばっかりね。ミスターベガにはサイコパワーもありますから。脳みそまでマッスルなあなたたちと違うんです。アメリカのウサコが、おめたって何にも出やしねえぞ。今のは悪口だ、毒ゴスよ。はいはい、そこまでにしなさい。私たちオーマはファミリーなんだからね。おう、マザーサヤ。あ、姉御。サヤ様。茶番は終わったか。滞りなく。で、ベガ様は何を待っているのかしら。そちらのファミリーの誰か。ファミリー？くだらんな。シャドルーにはこのベガとそれ以下のものしか存在せぬわ。スト2系誰が出てくんだろう。サガットとか出てくんのかな。あれ、こいつ出てくんじゃん、名前忘れちゃったけど。あ、そう、ジュリだ。貴様のことだ、ジュリ。目的は果たしたのだろうな。なめやがって。ああ、持ってきたぜこいつをな。あら、ジュリちゃん、それは鏡？ずいぶん古い時代のもののようだけど、オーマには関係ねえ。さよ、てめえはすこんでな。おお、怖い怖いですね。ところでそれは何なのですね。鳳凰鏡、古代中国の王朝に伝わった宝よ。骨董品にご興味が？それはサイコドライブに関係あるものなのかしらね。ジュリが言った通りだ、オーマには関係ない。サイコドライフ、私たちの計画とそう無関係でもないのよね。ベガ、とっととこの鏡を受け取りな、面倒な奴が来るぜ。何？お、チュンリー。ジュリ、
待ちなさい。ち、相変わらずしつけえおばさんだぜ。そんなに怒ると吹けんのが早くなんぜ。お姉さんよ、逮捕するだけじゃ済まないわよ。キュンリって結構ね、年のネタが出てくるんですけど、こいつ何歳なの？ ICPO インターポールの刑事チュンリーか。ベガ、やはりそうだったのね。以前の戦いで死んだと思っていたわ。でもそう簡単に死ぬわけがないとも思っていたのよ。その通りだ。我がサイコパワーは不滅よ。ジュリを追ってきて正解だったわ。後ろにいるのはオーマのエージェントね。この空に金の鎖、何を企んでいるのか聞かせてもらうわよ。おう、勇ましいポリスレディなのですね。足が太すぎんだよ。何、足太いの？む、また誰か来るぞ。 ICPO の応援か。ジュンリーさん、ジュンリーさん。これは誰？シャオユー、あなたどうしてこんなところに？ジンを探してるんです。あー、ってことは鉄拳キャラか。飛び出しちゃって、なんか探してるやつが見つかったから殺しに行くなんてすごいこと言って、私ジンを止めなきゃと思ってずっと探してたんだけど見つからなくて。相変わらずけなげね、シャオユーちゃんは。くだらん、ついでに始末しろ、ジュリ。ちっ、わかったよ。え、あれ、チュンリーさん、まずい時に来ちゃった。ええ、最悪のタイミングよ。これでシャドルに狙われることになったわね。え、シャドル？それって悪の秘密結社の？秘密結社の割にはみんな知ってんな。あんまり秘密じゃないのかな。付き合っていられんな。私は行く。ジュリ、その鏡を渡せ。そんなところによじ登るほど暇じゃねえ。てめえの方から取りに来い。ああ、取り返しに来たぜ。え、誰？確かに誰だ。追いついたぞ。その鏡を返せ。ち、こいつか。この絵はなんか最初の方にドットハックと一緒に出てきた人と同じ系のキャラかな。スクールガールに続いて今度は元気なスクールボーイが来たですね。うん、もうちょっと若かったらストライクだったんだけど。これだけ見てもな、年齢がわかんねえかんな。高校生？何をしているの？ここは危険よ、避難しなさい。そういうわけにはいかない。これ高校生か。もうちょっと年上に見えるんだけど。20代に見えるね。20代25とか。公共？ジュリの、いえ、シャドルの狙いはその鏡なの。そこのあなた、私はチュンリー、こう見えても刑事よ。まあ確かに刑事でこんな格好してるやつなんてそうそういねえよな。あとは私に任せて下がって。刑事さん、いや、あの鏡は俺が取り戻します。人任せになんかできない。ああ、熱血。あ、私はリン・シャオユ。あなたは戦えるの？俺はリョウ、葉月リョウ。柔術なら多少は心得てる。葉月、それに柔術、あなた葉月武官の？え、知っているんですか刑事さん。チュンリーでいいわ。先日葉月武官がチャイニーズマフィアの襲撃にあったという情報は掴んでいるのよ。ジュリ、あなたまさかマフィアにまで？知らねえよ。私はその小僧から鏡をいただいただけさ。俺にはそれを持っていかなければならないところがあるんだ。絶対に返してもらう。小僧、その鏡、このベガ様が必要としているのだ。諦めろ。お前まだいたんだ。そうか、子供だからと情けをかけてやったのだがな。ジュリ、そいつも始末しろ。責任を持ってな。ベガ様、お優しい。子供には優しいのか。なんだこの化け物どもは。これはバイオ兵器。シャドルはまたこんなものを。何のつもりだベガ、あたし一人で十分だってんだよ。ウイルスを使った兵器だ。使い勝手を確認しておけ。ちっ、セスについてた方が楽だったぜ。
ああ、セスもいるんだね。やるしかないよね。シャオユ、協力して。わかった。スズ、なんだこいつ、名前忘れた。あなたは援護をお願い。ハズキ、ハズキ流柔術、当てにしてるわよ。わかりました。あの女を通して鏡は取り返す。いや、化け物相手にいけるのか、普通の柔術だろ。鳳凰の鏡、第5話。残り13体、そんないっぱいいた敵。1,2,3,4,5,6,7,8体しか見えないけど。ん？まあいいか。目の前のやつから倒す。こっちから攻めていこう。うまくいったらスピニングバ。おお、予想客。おお、赤ども来た。黙ってはいられない。受けられるか。結構飛ぶなこれ。ピョン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 跳ね跳ねんなこいつら。すべての男たちは私。一般人がな、強すぎるな。反撃するか。攻撃は終わり。おら。弱冷却水晶決めるわ。探空客飛行客110に来る。すべての男たちは私の前にひざまずくのよ。え、そういうキャラなのこいつ。こいつ射程広いな。3ある。こいつは1しかない。あ、上にもいたのね。上の敵なんていけなくね。だって、おお、ゾロゾロ来た。やはりこの場所は、なんだこの空に広がっている渦は。金の鎖か。魔界にあった鎖はここから。どういうことだ、あの時と状況が違いすぎる。引くわー、何これ。引くわーっていいな。何が起こってんの。ち、ゾロゾロと。 SIN のジュリ、それに周りにいるのは BOW か。やはりシャドルーか。こんなところで何をしているのか聞きたいものじゃ。秘密結社シャドルーの総帥ベガ、死んだと聞いていたが。死んだことになってるんだよ。あれがベガ、僕たちを殺し屋に狙わせた。顎が割れてる。バレたね、しくじりおったか。601の上のあの男がパムロ町にウイルスをばらまいたのか。他にも女に、牛に馬、この気配妖魔じゃないの。キャッハー、キャッハーなんだこいつ。ああ、やつらが大間だ。女二人は金の鎖を回収していた。あ、人の気配がした気がしたけど、あなただったのね、風間人。女の秘密を覗き見なんて、困った裸ボーイです。確かに裸ボーイだな。大間とシャドル、何を企んでいる。神羅の小僧か、貴様が知る必要などない。いいえ、知る必要はあるわ。ろくでもない悪事をやめさせるためにね。あそこにいるのは ICPO の刑事チュンリーか。 ICPO を言うたら国際警察やろ。子連れってのはありなんかいな。俺はチュンリーさんに協力しているだけです。あるものを取り返すために。私もただの高校生だからね。シャオユ、お前もなぜここに。あなたを探してたのよジン。でもよかった、こんな状況だけど見つかった。探している人がどんなに非道でろくでなしかは知らないけど、人殺しなんてしちゃダメだからね。本人がそこにいるじゃないか。そういえば三島の人たちのごたごたうやむやになってるよね。迷いちゃん、余計な地雷は踏まない方がいいよ。この子たちはリン、シャオユーとハズキ、リョウだっけ、リョウ君、とにかく今は力を貸して。ハズキ、もしやハズキ武官の跡取りか。結構有名人なんだね。葉月岩尾の息子がなぜこんなところにいる。親父は戦って死んだ。鳳凰鏡は敵を見つけるための手がかりなんだ。だからシャドルには渡せない。ふん、小僧の干渉に付き合ってなどおれん。起きた、ベガ様。ジュリ、鏡をよこせ。ち、ほらよ。間違いない、鳳凰鏡、それを返せ。これはこのベガ様のものよ。小僧、もう貴様の手には届かぬ。ジュリ、そして大間の者ども、後始末をしておけ。は
はいはい、気をつけてね、ベガ様。ふふふ。このワープってどこまで距離大丈夫なんだろう。お、サイコパワーか。あの先には何がある。別次元につながっていると見るべきかもね。サヤ様、我々はいかがしますか。あ、シンラと関わるとろくなことにならないから、さっさと次に向かいましょうか。シースちゃん、回収も含めてあとは任せて。 OK 任されますので。この二人ってどっちが階級上なんだ。姉子、次の場所は教会よ。急ぎましょう。ボスキャラが一人増えたかな。あなたたちのお相手は私がします。おお、増えた。ではミスジュリー、仲良く参りましょうのです。なり合いするつもりはねえんだよ、勝手にやってな。ラジャー、なんか疲れますね、こっちの世界の人たちは。すげえわかる。マジわかる。あいつらを基準にしないでくれ。やるべきことは決まっている。まずは片付けるぞ。味方も増えてきたし敵も増えてきたな。まあ、ユニット配置とかこれでいいや。でもな、大体孤立してるやつがいるんだよな。とりあえず倒せよう。俺が相手になる。お前はそんなに戦わないだろ。正々堂々と勝負だ。キューバマーチ、ジャイアント水晶、これで決めるわ。ランクン勝ち。BOW 相手に素手で立ち向かうやつらか。後半息切れしてげえな。普通のハンドガンでもなかなか倒せないのに BOW。 悪敷もサイファーも、ほら、忍者系はな、すげえなんか霧の爽快感があるよな。サク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 っていう。大丈夫か。殴るより霧の方が操作してて気持ちいいな。了解した。あ、こいつらも結構射程が広いな。任せろ。これはニッカー射程。敵なんてバカバカでアホらしい。おら、これね、こっちの方がね、多分攻撃力強いんですよね。なんか上のやつは上って下画面の上、なんか C って書いてあるんで、これ多分威力じゃないかなって思うんですよね。で、二丁拳銃の方は A なんで、ただ C の方はなんか状態異常がつくみたいだから、まあそういうのも考慮して攻撃をしていくと。もうこれさ、十字キーで動かしたいんだけど、スティックだと動かしづらい。これって死んだら終わりだっけ、こいつら。おお、気絶したー。やばい、一方的にやられる。応戦しない。やばい、3人に囲まれたな。奇襲への対策な。おら、解除するわ。回転止めろ。なかなかいい動きだったぞ、チル。まだまだ。イエス、イエス。ただで済むと思うな。これね、すげえ上に飛んで、すげえ上に飛んでいくやつもね、ちょっと使いづらいっすよね。なるべくなんか地面スレスレのところで浮かせている、そういう攻撃がいいな。うわー、やばい、ボスキャラがな、1ターン目から動いてくるからな。おお、使われた。おおお、やばい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 。デミトリーとモリガンがやばい。めんどくせ。そうか、完全防御しよう。複数技だから、複数技。チュンリーやばいぞ、これ。アイテムで直せんのかな？あるかな？ない。異常か。気絶を回復。よーし。とりあえずなんとかなったな。で、あとは、ヒットポイント、ちょっと回復上いっぱい手に入れたから、20%、30%、40%、50%。よし。これで、ここら辺か。あれ、どうやって複数技やるんだっけ？
こいつはできないのか、なんかスタート押してなんちゃらみたいな感じだった気がするんだけど、ちょっとアリスレイジで行こう。え、アリスレイジも気絶してんじゃん、よく見たら。もうお前ら何なんだよ。こうで、あれわからん。まあいいや、とりあえずボスは結構鬱陶しいから援護攻撃を入れつつ倒そう。いくぜ。まずこっちだな。ガードがあるからガードを貫かないと。おら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 、全然当たってない。上に上がりすぎたな。くらえ。キュートのヒップにズキドキ。任せいレジ。5100。もう一人必殺技が使えれば倒せるかな。反撃をされた。まあここは雑魚敵だけだから大丈夫でしょう。攻撃一発で倒せるし。少しやりすぎたかしら。これは見習うべきかもしれないな。敵相手にやりすぎということはない。XP が止まってないな、みんな。しょうがない。レッツプレイ。普通の攻撃で倒すか。ほら行け。先生を甘く見ないでください。わしがハーリーボックス。誰も傷つけさせない。倒せるか。1300くらい。無理か。ちょっと残ったな。うお、なんだ、びっくりした。4000食らったのかと思った。毒になってんな。こいつレベル5。レベル4のやつはもういないか。じゃあこれで倒すか。格闘家同士、正々堂々と。正々堂々じゃねえな。3人で1人の女をボコしてんだ。マジありえねえ、こいつら。ひでえ男だな。け、やめだやめ、やってらんねえっての。ベガの野郎、もう少しマシな兵隊を起こせってんだよ。ジュリ、待ちなさい。シャドルの企み聞かせてもらうわ。何のために法王卿を奪った。うるせえぞガキ。ベガを捕まえて聞くんだな。あばよ。立ち去り方、まあ毎回毎回いいよな。あの鏡、妙な力を感じたわ。何に使うつもりなのかしらね、ベガは。そしてそれを持って上空の渦に消えた。目的が見えんな。竜と鳳凰が出会いしとき、天と地の扉が開かれ、雌雄が大地に蘇る。え？今なんて言ったの？いや、なんでもない。鳳凰卿には何か力があるんだ。必ず取り返してやる。よし、行こう。行くぜ。一か八か、もうす。頼む。思い切って行くぞ。見えたぞ。いいやり。あ、これ出てくんのあれか。殿様とかいうやつか。ここからずっとこんな戦い、年も取るはずね。めんどくさ。飛竜は結構行動力っていうか移動力があるな。ほら行け。根性の別れだ。すげえ、クナいっぱい刺してる。実は。お、攻撃いけるな。攻撃しとこう。反撃されるかどうかってどうやってわかるんだ。まあいいや。やっぱガード持ってんな。シャオム、あしゃぐなよ。シャオム、ヒップ。ジャイシャオム。燃えろ。燃えろ。こいつは暗いな。タズキ。そんな。あんまり減らないか。結構硬いな。てか、おお、カウンター。
え、カウンターでこれ食らうの？マジかよ、そういうのあり？うおー、誰かが気絶した。レイジか？1000食らうな、1回で。しかもこいつ、重そう。まあでも普通の攻撃だけでは倒せるな。3回かかるけど。親父、俺はまだ頑張ってるぜ。ラジャー、来たー。また使ってくんのかよ。いらーい。てかヒットポイントすっげえな、5800とか。こっちもどこまで行くんだろう。99999とかなのかな、最高。まっ、君は消えなさい。あの岩尾はやつに任せよう。で、まずはストライダー飛竜、後ろから行こう。ブロック持ちだな。まずはこのブロックを解除する。硬い。終わりだ。ラグナロク。あ、この技あったね。カプコン VS マーベルヒーローズはね、ちょこちょこちょこっとやってたんで、まあ格ゲーはあんまり上手くないんで、やられまくってたかもだけど。強い。やっぱ必殺技が強いな。黒のバニースーツ手に入れた。防御っぽいな。16000とか超強い。青地おう、全く乱暴な人々です。このアメリカンウサギめがシャドルーとの関係をとっとと破かんかい。ノーノー、それはまだ早いです。知りたければ私を捕まえてご覧がそばせ。ウサギを捕まえることがあなたにできればですけど、ミスターアリス。回収はしていかなくていいのか。さて、何のことか I don't know。 いつでもできますからね。では See you。歩いて帰ってくんでしょ、ほら。さよならみたいな。あの人は召喚獣なのでしょうか。すごいテンションでしたけど。オーマの狙いはわからない。ベガを捕まえて引き出す方が早いよね。あ、そうか、まだ一匹岩尾くんがいたんだ。ま、いいか。これは後ろを狙ってきたか。それじゃ勝負にならないわね。おら、ま、最後は技で決めようと思ったら止まってなかった。あれ、いけるか。ああ、ギリギリだ。後半息切れしちゃった。息切れしたね。こんなところで戦ってさ、もうこの商店街的なのボロボロでしょ。 BSA や忍び機関と合同作戦というのはわかるけど、そこに同行しているのがヤクザに弁護士に忍者、それから家庭教師に三島一家。死んだも人選をあた考えなさいよね。そういう主も高校生に挟まれて子連れみたいな状態になっちょるじゃろ。そんな年じゃないわよ。ママー。おい、やめとけよシャオユー。こういうのも成り行きだ。仕方ないだろう。徐々に奇妙な冒険になってきたところだが、とりあえずここでリセットはできるの。それって解散するってこと？ああ、俺たちはすぐにベガを追う。ここが分岐点だ。飛竜や夏、アティはここから元の世界に戻れるじゃろ。私たちはいつでも魔界に戻れるし、今ならみんな元通りにできるってわけね。そうだな、これで任務に民間人を連れ回さずに済む。ん？気をつけろ、何か来る。
あれ、これは龍騎1号じゃないか。なんですかこれ、乗り物？マジでかいんだけど。心配しなくていい、俺たちの組織の移動車両だ。装備課の仲間が乗っている。へえ、シンラって他にも人がいたのね。 ICPO も似たようなもんじゃろうが、主以外だともう一人超有名なやつしか知らんぞ。誰それ？金の鎖に上空の渦は揺らぎ、また面倒なことになっているようね、激しく。それはそうと、お待たせ、車両は回収できたのよね、無事に。こいつは頂上、こっちの状況はご覧の通りだ。オーマは渋谷で企んでいるってことね、何かを。全くいやらしい。オーマだけではない、復活したベガ、シャドルも絡んでいる。ベガといえば、やつが BOW をばらまいたカムロ町は今どうなっているの？ゾンビは制圧し終わった感じよ、あらかたね。ふう、安心したぜ。これでベガを追っかけられるっちゅうことやな。ちょい待て、ここで解散じゃった。解散じゃっちゅうたじゃろうが。いや、ベガを野放しにすれば、また今回のようなことが起こるかもしれない。落とし前はつけさせる。怖いっす、ヤクザ。わしも直接殴ってやらんと気が済まん。罪を着せようなどと小細工をしよって。俺も行く。平八がベガに殺されても面白くない。貴様は俺が倒す。ふん。カズヤの方は後回しでよいのか、ジンよ。貴様らのお遊びにいつまで付き合わせるつもりだ。あ、カズヤさんも行けばいいんだよ。それで解決じゃない？もしかしてさ、シャオユーちゃん、天才じゃない？そうかな。だがベガを覆って言っても、どうやって上空の渦に入るんだ？飛べばいいんでしょ、みんなで。それはそうですけど、この浦島千鶴の科学力、甘く見たら怪我するのよ、頻繁に。龍騎1号チェンジドラグーン。変形すんのかこれ。なんじゃ、変形した、ワンタッチ完全変化。こいつは飛べるのか。当たり前です。これで、でも飛べないけどねとか言ったらかっこ悪すぎでしょ、さすがに。確かにな。よし、すぐにベガを追撃するぞ。ええ、行きましょう。今度こそ捕まえてやるわ。俺も連れて行ってくれ。宝鏡を取り返すんだ。俺も行こう。異世界に式神が現れた件もある。私もついて行っていいですか？歓喜の門に現れた魔人のこともありますから。パイロンか。奴の行き先も確かに気にかかるな。異世界を渡り歩くっていうなら、私も先生と同じ道を行かないとね。飛龍も行くよね？構わん。結局みんな来るんかい。なるほど、くんも行くよね。いやいやいや、僕たちはいいんじゃないか。何言ってるの、なるほどくん。この後の仕事のことを忘れてない？平八さんの無実を証明する証拠品、今のところ何一つないんだからね。あのベガって悪人が真犯人なのは間違いないと思うけどさ、それを証明する証拠か。こりゃ先生、行かなあかんの。ヒットマンにも狙われとるし。あの赤ずきんか。で、結局誰が一緒に来て誰が残るの？ちなみに龍騎1号は客室も完備、ユニットバスに卓球台などもあるのよ、かなり。旅館か。ここにいる全員ってことでいいんじゃない？私はまだ行くとは言っていない。はいはい、あんたは寂しんぼだからどうせ来るんでしょ。おい、やれやれじゃぜ。結構な人数じゃの。ま、でもこれ以上は増えんじゃろ。ああ、ないだろうな。博士、では頼む。じゃ、みんな乗って乗って、突入するから早速。こうやって見る限りは、そんなでかそうな感じではないんだけどな。だってユニット50体並べたら絶対はみ出るでしょ。OK。ちょっとクロスペディアでさっきの少年を見てみましょう。キャラクター辞典。チュンリーは、まあ、わかるから大丈夫でしょ。なんて名前なんだそもそも。リョウみたいな。こいつだ。ハズキリョウでいいのか。シェンムーシリーズ。シェンムーシリーズなんだ。全然わからん。というわけで第5話終了しましたので、今回はここで、終わりにしたいと思います。